羽衣と羽村のインドラとアシュラか。サスケ君、ナルト、よかった。羽衣はこいつが出てくると踏んで。ここは、この地はわらわの大切な苗床だ。ここではな、でお前らを消すとしようぞ。下の溶岩、現実なのか。口寄せの術。つけ、あった。何してる、俺じゃなくて。オビトは区内で差し止めただけだが。俺とお前、どちらか一方が死んだとしても、この世は終わりだ。俺たちは何があっても死ぬわけにはいかん。悔やみの時、カカシとサクラはたまたまお前の近くにいた。わかるな。わかってんよ。こういう時は体が勝手に動いちまうもんだろ。不自然の時。余計なお世話だ。体が勝手に動いちまったんだよ。まあいや、この意味お前ならわかるよな。サスケ君の言う通り、あの時もしかしたらサスケ君は。でもありがとう。鷹の点結を使った。ナルト、お前受けるのか。陸道の着道を得た。マダラも浮いてたしな。サクラちゃんとカカシ先生を頼む。もう一度チャクラを一つにする。心配させやがって。この足場のやつにしろ。さあ、母のもとへ。かぐやはお前たち二人を見て、我が子二人を思い出したようだ。クロセツ、お前は何者だ。俺はかぐやの子供だ。お前たちはわらわのもの。お前らだけがじゃねえんだよ。わかるのか、母ちゃんってもんだろうが。封印の術を発動する隙を作る必要があるぞ、ナルト。今は睨み合ってるみたい。そうか、
あれはまるで神だ。これで最後かもしんねえけど、やるだけやってみねえとな。やってみるまでわかんねえだろ。密かに螺旋丸以上にこの術を練習してきたんだってばよ。行くぞ。お？アマテラス。逆ハーレムの術。別として、そんな術があんな亀みたいなのに効くか。見たことねえだろ、こんな術。くそ、この野郎。このエロ忍術は世界を救うことになるのか。今だ、ナルト。また移動したのか。アマテラス。すまねえ、お色気は失敗しちまった。あんな術で倒せるとは花から思ってない。もうさ、こいつら分けちまえば。マドラはどうなった？倒したのか？サスケは感知できねえし、本体がピリピリしてんのもわかる。どうせそのカグヤってのを倒さないことには。とにかくそのカグヤってのを封印するには、ナルトとサスケの二人の力が必要ってことだな。やっと出てきやがったな。時空間の類だな。サスケは急に感知できなくなったと言ったな。もう一度奴が空間をつなげ、開いたと同時に俺のカムイと共鳴させれば、地に連れて帰ってくることはできる。よっしゃ、なら俺は本体のサポートに回っから。俺の時空間じゃないからな。私の白号のチャクラがあっても足りませんか？サスケは必ず俺が見つけ、お前の本体まで届ける。もう面はねえんだな。俺はカカシの友であり、お前の父の部下であり、ただせめてお前たちの前を歩いて死なせてくれ。バカでけえ術しても吸収されちゃ意味ねえ。準備はできたな、ナルト。おう、怪力輸送。影分身の術。お前がオリジナルか。ならどうだってんだ。これ以上こいつとのやり取りを伸ばさない方がいい。そうね。
友殺しの骸骨死ね。私なんかを好きになってくれたバカだから。ナルトを一番苦しめてたのはサクラちゃん。いずれホカゲの名を名乗る超エリート忍者渦巻きナルトという覚えとけ。オリジナルは殺した。なぜ消えていない。本体の俺が行く。一旦俺の時空間へ身を隠す。さくら、お前もだ。バレちまったか。本当は俺がオリジナルだ。ナルトのオリジナルには愚道玉がついてる。お前は医療忍者だろう。ナルトがくれたチャンスを潰すわけにはいかないもの。これが俺の能力だ。おかげで届いた。くそ、こいつらを連れ帰るまでは。よかった、戻ったんですね。背中に愚道玉を持ってるのが本体だ。負けるわけにはいかねえんだ。バカな、サスケだと。来た。これでもう心配いらぬ。ナルト、ありがとうな、さくらちゃん、オルト。はい、大丈夫だったの。びっくりさせやがる。ナルトは昔から意外に賢いからな。やつも同じように。かわせ、サスケ。今ので調節した。二人の盾になることぐらいなら。リン、リン、無事俺と二人きりの時間を過ごそう。これはカムイ。互いに覚悟はもう。なぜ役にも立たない俺のために。そんなことより敵に注意しろ。かかお前は新しい世代の支えとしてまだ死ぬには早い。そんなことをしても無駄だ、ナルト。かといってこちらとしても裏切られた。どっちつかずのクズだがな。利用された挙句最後にうろうろと。罪人の俺にふさわしい最後だ。
来た。また世界を変えたのか。ナルト、今度は俺が陽動をかける。そいつはもう助からん。先に行く。もういい。ありがとうな、ナルト。今の自分を後悔した。昔、ガキの頃は何度も火影になった自分を襲う。最後だからか、俺は何をペラペラと。あることなく、その人道を貫き通せ。いつか俺に言ったな。まっすぐ自分の言葉は曲げない。お前は必ず火影になれ。ああ、虫けらは虫けらでもこのしつこさはゴキブリだったな。オビト、笑うな。火影になろうとしたオビトは俺にはかっこよくしか見えねえよ。リン、もう少しだけ待ってくれないか。オビト、カカシに会ってくれよ。オビト、火影になれっつったんだけどよ。ただそりゃ七代目だ。六代目火影はお前がなれ、カカシ。そもそも他国にまで轟かせた自分の有名をシャリンガンのカカシって名を。あよ、わかった。あ、やるぞ。拳法超美獣ナセンシュリケン。ナイスナルト。さっきのナルトの攻撃に美獣どもがこうして分離しかかっているんじゃないのか。安定していない。サスケ、お前の道術でサクラちゃんを。っよっしゃ、やったぜ。スサノオ、カカシ先生。オビト、ありがとう。バカな、そんなはずが。お前も一緒に見ていてくれ。これならどうだ。カムイの力を手裏剣に。思った通りだ。陸道の力を得ていた分、動力が上がっている。月読みの忍びたちからチャクラを直接抽出できるこの子宮空間。これは俺の後ろのと同じ玉だ。大きさが違いすぎるだろ。それにどんどん大きくなってるぞ。あれが大きくなりすぎれば当然もう戻ってこられなくなる。集まれ、作戦を伝える。わらわは不死。どちらか一方が死ねば封印はできぬ。奴は封印を恐れ、注意力が二分される。途中まで連れて行け。あとは飛ぶ。おう、早い。やはりいい能力だな、オビト。すり抜けるのはカムイライキン。氷の空間へ。いや、
インドラの転生者にはアマテラスが。同じ女ならバカにしないで。今だ。じゃなら。よっしゃ。大好きだ。またしてもこのチャクラの祖であるわらわが。大地が吸い寄せられているのか。ナルトはどうした。やり残していることを片付けてくると。また次の母復活へ向け。今までずっと影に隠れてコソコソしてたお前のことだって見逃しゃしねえよ。歴史の一部、お前のようなガキに俺は。忍びの歴史っつうのは、俺はいろんな忍者から忍びってのが何なのか教えてもらった。それだけじゃねえ、認めてもらえる嬉しさに愛される喜びもだ。矢離れもできねえガキ一人が勘違いしてんじゃねえってばよ。みんな終わったな。封印終了。まずはお風呂に入って。私たちはどうすんの。この空間からどうやって戻るのよ。やることはやる、だが少々アホだなやはり。